独立民主セルビア人党は、クロアチアに住む、独立民主セルビア人党は1997年に、リベラル、社会民主主義政党として、かつてのユーゴスラビア王国のスベトザル・プリビチェビッチによる、独立民主党のドクトリンに基づくものとして、結成された。党を率いるのは、ボイスラブ・スタニミロビッチであり、1995年の嵐作戦によって、 クロアチア領から脱出したセルビア人のクロアチアへの帰還を促進することを目指している。嵐作戦はクロアチア共和国軍及び警察による軍事作戦であり、クロアチア領内で一方的に独立を宣言し、クロアチア政府の統制が及んでいなかったクライナセルビア人共和国の主要部分がこの作戦によって制圧され、国際的に承認された国境の管理を含む、 クロアチア政府の統治が導入された。この時、クライナセルビア人共和国に住んでいた、セルビア人のほぼすべてに相当する、約25万人が、クロアチア領から脱出し、難民となって隣接するボスニア・ヘルツェゴビナの、セルビア人勢力支配地域やさらに離れた、セルビア共和国に移った。2003年の選挙では、独立民主セルビア人党は、 競合するクロアチアのセルビア人政党、セルビア人民党に対して勝利を収め、クロアチア議会でセルビア人に割り当てられた議席をすべて獲得した。選挙の後、独立民主セルビア人党は、イーボサナデル率いるクロアチア民主同盟と連立することを決め、独立民主セルビア人党が求めていた、セルビア人難民の帰還、民族間の平等の推進、法制度の改革、 周辺諸国との協調について合意した。独立民主セルビア人党は、リベラル、社会民主主義を施行する民主的な政党であるが、現状を鑑み、セルビア人政党としての性質も有する。党の目標は、以下の通りである、難民、特にセルビア人の帰還の促進、戦争被害に遭った地域の復興の官僚国有住宅の購入期限であった、 クロアチア領ソイドナウ地域がクロアチアに再統合された時点よりも前に制定された法の下での国有住宅を買う権利の確保国家の少数民族特にセルビア人が持つ民族的権利の保障と国家による保護セルビア語とセルビア語の文章の使用セルビア人の民族的象徴の使用セルビア語での教育教育文化面でのセルビア人組織の設立 セルビア人の情報メディア、セルビア人の伝統、監修の維持を通じての、セルビア人の文化的、教育的自治軍隊の専門職か地方主義と、文献かクロアチアの欧州連合への統合とセルビア、及びモンテネグロとの経済関係の促進。ありがとうございます。